願いします。お願いします。はい、じゃあ狙い撃ちロープでもしていきます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあマッサージをさせていただきます。はい、はい、今日もヘッドスパをしていただいてありがとうございます。 ありがとうございます。はい、すごい気持ちよかったです。あ、本当ですか。ありがとうございます。今本間さんはシャンプーとかをお使いになっていただいているので。そうなんです。髪の毛の方がすごい綺麗になってきています。はい、パーマとかもかけられたり、はい、そうですね、カラーもされたりするので、はい、やっぱちょっとダメージとか出てきたりすると思うんですけれども、はい、まあ、そこでしっかりとケアしていただけるので、はい、大丈夫ですね。あ、お願いします。はい、でこう結構ヘッドスパの方もしていただいているので、はい、こう実はこう頭皮のケアの方もしていただきたいなっていうのが僕自身思う。頭皮のケアですか。頭皮のケアです。綺麗な髪の毛が生えてくる土台作りをしていただきたいっていうので、多分ヘッドスパのこう最初にやらさせていただいた時にこう説明とかもあったと思うんですけれども、そう、なんか目的の中で綺麗な髪の毛が生えてくる土台作りをするっていうのがあったと思うんですけれども、それをご自宅の方でもしていただきたくて、それでこう今日使ったまあ、いつも使うんですけれども、うん、この頭皮の美容液っていうのを使っていきたいですね。頭皮の美容液ですね。はい、そうなんですよ。うん、シャンプーとか少しこうなんか何ですかね、シャンプーとトリートメントもこちらあるんですけれども、うん、こう今最初にちょっとこれから使っていただきたくてっていうのも。うん、髪の毛のケアを今していただいていて、そうですね、頭皮用のシャンプーでとかですと結構髪の毛がきしみといいますか、こうそうですね、頭皮ケアになりますので、髪の毛のケアというのがなかなか難しくなるんですと、ね、いうので、こちらの方を使っていただく形で、はいはい、これはどういう効果があるんですか。あ、ちょっと気になりますよ、はい、っていうのもそう、これがヘッドスパをした時にするじゃないですか。で、はい、こう頭皮の汚れとかを落とすじゃないですか。というので、こちらの方も実はこう汚れとかは、汚れとかシャンプーとかに取り除いていただいて、そう、それをつけていただくことによって、頭皮に、まあ、毛根、あれじゃないですか、髪の毛が入っていくに浸透しまして、きれいな髪の毛が入ってくる土台作りをしてくれるというので、はい、頭皮用の栄養ですね。頭皮用の栄養です。そう。で、それがこう髪の毛に伝わって、きれいな髪の毛が生えてくるのに、こう、まあ、手助けしてくれるというので、うん、そう、これが痛みとかも含まれていますので、頭皮もきれいになります。そうなんです。かゆみ力があんまりこう出たりしないっていうのを前聞いたんですけれども、土台作りをしていただきたいというので、こちらを使っていただこうかなと。はい、ぜひこれ使ってください。4000円するんですね。そうなんですよ。結構ちょっといいって感じですね、はい、お値段の方で、うん、なんですけれども、しっかりと綺麗な髪が生えてくるぐらいの距離っていうのをちょっと何度も繰り返してしまうんですけれども、はい、っていうのと、あとはこう結構お使いになっている方で髪の毛が結構抜けるって方がいらっしゃるんですね。っていうので、これを使い始めてからこう、まあ、抜け毛が気にならなくなったっていうのと、うん、あとはかゆみが出てたっていう方、かゆみが収まったっていう、まあ、しっかりと頭皮のケアができるものになりますので、はい、こちら本当にいいものなんですよ。そんだけ勧められたらちょっと気になるので使ってみます。はい、一度これぜひ使ってみてください。はい、ありがとうございます。はい、